こんにちはなんかね、駿河銀行の問題ってまだまだ続いてるみたいで、ご存知ですかね。駿河銀行が一般の、まあ、投資家さんでもない人ですよ。普通のサラリーマンさん、年収300万、400万ぐらいの人の給与明細を駿河銀行が主導して改ざんして、そして審査、融資を通してですね、で、マンションなどを買わせた後に、えー、自己破産させて、そのマンションを、まあ、現金化して、銀行が儲けるって仕組みなんですけどね。 これ、カボチャの馬車っていう時にもよく言われたんですよ。で、上手な抜け穴があるんですよね。いや、すごいな <laughs> と思いますよ。これはね、なかなか見抜けないというか、何が起こったかはしばらくわからなかったり、通貨銀行そのものが請求された文書を公開しない、えそして、えー、金融庁からの業務改善命令も無視してる、そのまま4年間以上過ぎてるらしいんですよ。もうんまあ、すでに銀行がね、お金のプロフェッショナルが、 お金の素人からお金を盗んでそれを金融庁が放任してるというねそんな恐ろしい構図があるなぁと思ったわけですけどねうん、私たちは多分国民のほとんどの人が銀行口座を持ってますからこんなことをされたらね自分のお金なのか誰のお金なのかわかんなくなっちゃいますよねうん、だからもう本当無合意でいるっていことはそういった事実を知らないってことも込みでなのかもしれませんしうん。 まあ銀行はね私たちからいかに金を騙し取るかってことに普段宿泊してるのかなと思うんですよ。まあ、その一つがいろんな金融商品とか保険商品を売ってきますけどもんなんか消費者とかね預金者の利益なんて考えてないわけですよ。利益がありそうなものをちらすかして手数料で儲けようとしてるその銀行の体質がここに見えて取れるかなと。だかからなんかいいものを進める時って 勧めてる人に一番メリットがあるからっていう基本的なね単純な理屈をやっぱ思い出すべきかなと思いますよね。うんまあ、特にねあなたほっといてもいいんですよと儲けますからみたいな仕組みこれは本当にね、まあ、ネズミ講とかねポンジスキームとか言われますけどもバンクスキーム銀行のスキームが最も危ないんじゃないかなと思いますんで銀行はね送金の時に使うぐらいにしといてもう現金もあんまり置かない方がいいのかなと思っちゃいますけどね。 まあそんなことを思った事件でした。駿河銀行の不正に対して、鉄、ま、椎、あ、を下すための情報公開 YouTube アカウントっていうのがあって、ガルス TV ってやつらしいですね。まあ、動画概要欄に埋めておきます。見るか見ないか、あなた次第。